今日もやっていきます、マリオメーカー、天才霊夢に挑戦状、2。今、またなんか変なのが見えたような。気のせいだろ、ほら、早く実況やっていくぞ。いきなり隠しブロックか。前に進んでたらやられてたね。上には蓋、下には扉か。あの扉はどう見てもそっちか。やり直しようだよね。プロペラと、徹底も隠されてたんだぜ。これは上に登るべきかこのまま進むべきか悩むね。とりあえず進んでみようぜ。まだスタート地点だからやり直しも楽だしな。徹底がいればパックンの上に乗れるし、踏ん張りジャンプもできるから楽でいいね。まったく、徹底様々だな。もしかして、このまま進んでいけばゴールだったりするのかな。以前の挑戦状1も短いコースだったから、その可能性もあるのかもな。扉がいくつかあるけど、もうゴール来ちゃったね。お、やっぱりゴールだったな。私、天才になれたかな？タイトルの方の天才にはなれたかもな。天才な私への挑戦状、3もお待ちしています。これからも、よろしくお願いします。ではいいねして、次に行きます。あ、申してあったな。状況反射レベル2、×2、マリオメーカー実況の練習として、状況反射レベル1をやらせていただきました。なんでレベル1の次が2ではないかというと、レベル2という2は難しすぎるからだそうです。あのトゲ抜けていくの私苦手なんだよねー。お前不器用だから、細かい操作苦手なんだよな。またやられちゃった。スタートあまりゆっくりしてると、バーナーで焼かれちゃうからゆっくりできないね。ゆっくり実況失格だな。おい、あまり同じとこで失敗してると皆さん見ていただけなくなってしまうぞ。それは困るよ。ただでさえ少ないのに、いわゆる、偽プレイってやつ、お前下手だからできないもんな。一般人による、一般人のための動画を心がけています。そんなの誰も見てくれないだろ。いいんです。一人でも視聴者様がいてくれる限りは続けていきます。一応、パート100を出すまでは、頑張っていこうと思ってます。それまでに、1日100再生くらいはされるようになってるといいね。それはお前のプレイとウプ主の編集次第だな。私の腕は上がるかもしれないけど、ウプ主の編集の腕は無理でしょ。確かに、もう20本出してるのに、相変わらずダメダメだもんな。ね、私たちもっといいウプ主の元に生まれたかったよね。悔しいがこれも運命だと思って諦めるしかないな。喋ってる間に、なんだかすごく進んだんじゃない？ウプ主をいじってる間、お前生き生きしていいプレイだったんだぜ。ほんと？じゃあもっとあんなことやこんなことを言ってやろうかな。パソコンの前で泣いてしまっているので、もうやめてあげてください。断る。いやまったく、変な声に邪魔されちゃったせいでタイミング狂っちゃったよ。少し感が狂っちゃったので、早送りでお送りします。結局、ここのトゲが一番難しかったかな？即死だと思うと、ビビってプレイに影響しちゃうんだよな。スピンジャンプと普通のジャンプをうまく使い分けないと難しい感じだね。ここは飛びすぎると落ちてくる石に潰されてしまうから、一旦壁に手をついてタイミングをずらしてやるといいんだぜ。パウブロックを取ったらすぐにジャンプ、1個目の石に乗れないとアウトだよ。コースの名前にあるように、一瞬の判断が大切になるな。扉に入る前からなんとなくわかると思うけど、バーナーがあるのですぐジャンプして避けます。回転の小切りは別に難しくないな。落ちていく花ちゃんを使って右下に行くんだけど、ここでタイミングを測ってくるりんで行くのが簡単だと思うよ。下からのバブルに気をつけながら、落ちてくる石も避けていくんだぜ。動ける範囲が2マス分しかないから、ダッシュはしない方がいいね。さっきは黒パックンの上にパウを置いてジャンプしちゃったけど、これで倒して大ジャンプでもいけるんだな。ここは空中で1回クルリンを入れてうまくバネの上に落ちていくよ。早すぎても遅すぎてもダメだな。これは見た瞬間にわかるね。パタメットの上に乗って、飛び移るんだな。おお、やったー。意外と早くクリアできたな。最初のトゲを抜けてしまえばあとはそんなに難しくなかったかな。そんなこと言ってると、もっと難しいの作ってやらせてくるぞ。なんかね、難しく作りすぎて自分でクリアチェックに苦戦してるコースがあるらしいよ。それは怖いな。では、今日はこの辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。次の動画も、ゆっくりしていってね。